ふざけけんなよよって言わわれるわけよ、okay? でその時にあなたがこの感情とどう向き合うかによってあなたの現実が変わるわるけよねあなたが「そうだよねお父さん」って言ってそっちのほそこに合わせるのかねっ僕お父さん大好きなんだけどお父さんがいる場所お父さんが勉強している学んでいる魂としてね人として存在として本当に尊敬しているんだけど僕は自分なりのやり方僕,に僕が正しいっていうこと。 方向に進んでいきますってその向き合いができたら人生の可能性に入れるわけよね。わかるそれができない限りそのブエノのね、ブエノね、そのココナッツツリーハウスの幸せな人生っていうのは可能性としてはゼロなんですよ。わかるなぜかっていうとね、ある日歩いててね、その少年が「ああ、そうだよね」って。 ね、でそしたらなんか「へ、hey, い少年君ココナッツツリーハウス」の話があるんだけど実はねこのパーフェクトなココナッツツリーハウスっていう会社があってさそこで今雇ってるんだけど君ひょっとしたらココナッツツリーハウスで働きたくないかなって言ってで少年がは「はーい」って言う前にね「あダメなんですお父さんがそれダメって言ったからすいません」って言ってその可能性がチャンスが来ても「ね、前髪チャンス前髪でつかめ」ってチャンスが来てもつかめないわけよ。自分でつかまないわけよ。 で今度「あじゃあ分かりましたじゃあちょっとお父さんに聞いてみます」って言って「あチャンスが来た」って言って「お父さんチャンスつかんだよ」って言って「ふざけんな」って「ココナッツツリーハウスもうダメだ」って言っただろうあすみませんってだから最初に言ったことあなたがどう向き合うか感情によって現実が変わってくるのよ。 Hey, you guys! Thank you so much for checking out c h r i s t a s Room.How are you? 今日はね、How are you? はい、まい、私、僕はですね、なんと、bueno だよ。bueno ね、bueno っていうのは、あの、well ね、英語で WELL って書いて、I'm well, good だよっていう意味なんですよね。I'm very well, I hope you're well too。でですね、ちょっとお知らせがあるんですよ。なんとですね、私、クリスモーンゼン。 今度ポッドキャストを始やりたかったんだよねやりたかったんだよねでずっと前からちょっとフィードバックも頂い,いていたんですけどこの聞き流し系のビデオね今日の聞き流し系みたいなやつはね実はねまあ見るのもいいんだけど別に見なくても大丈夫なんですよ。 なぜかっていうと、これおしゃべりなんですよねお、話すっていうことで聞くっていうことができるんですよ。で、僕はね、昔から YouTube、ね、一応ね、プロの YouTuber とさせていただいておりましてね、YouTube に結構高いの払ってるんだよね、1550円とか毎月払って、で、広告が出ないようにしているんですよ。 だからその YouTube が見やすいのね。で、もう一つできるのはこの YouTube プライムなんちゃらかんちゃらっていうの購入するとダウンロードできるんですよ、ビデオを。で、もう一つできるのは YouTube 流れてる時に iPhone 消してもこうやって消しても音声が流れ続けるんですよね。だから僕はいろんななんか勉強するときとかはもう本当にあのビデオをもう ダウンロードしちゃって、でそのなんかジョギング中とか運転中とか、なんかね、やってる時にね、家事やりながら聞いてるんですよね。ねでこれを やっぱり YouTube で1550円払うのもね、なんかね、やっぱりね、大好きな人だったらいいんだけどね、でもなんと今は、そのアップルには、アップルポッドキャストっていうのももともとついてるし、グーグルには、グーグルのポッドキャストっていうのもついてるし、今、スパルファイっていうのもあるからね、そういう形でね、ちょっと僕、ポッドキャストっていうのをオフィシャルで始めていきます。なのでね、こういう聞き流しが良かったなーって、あのね、喜んでいただいている人にはすっごい、あの、 これ、ね、あの見るのが聞くのがもっと楽になると思いますので今日はねあのそういう聞き流し系みたいな感じで今日のお話も進めていきたいなと思っておりますで聞き流し系って聞き流し系って言ったらやっぱ椅子でしょ椅子でしょなので今日はね僕椅子に座ってメインテーマに入っていきたいなって思っておりますねメインテーマっていうのはねまあリアルに人生を 豊かにしていく人生を良くしていくねっていうこの鍵は実はね外の出来事ではなくてあなたの内面のあるあなたが自分とどう向き合っていくかっていうことが僕正直それが一番大きい人生を大きく大きく変化していけるところだと思うんですよね。 ね、もう一回お話しさせていただきますだから今の自分の仕事が辛いとか、もっといい仕事にしたいとか、ね、住んでる環境とか、一緒にいる人とか友達とか、今の自分のライフスタイル、ライフサイクルが、ね、ひょっとしたら負の,負のサイクルになっちゃってるっていう人もいっぱいいると思うし、ね、これ、どうやったらポジティブに変えていくのか、ポジティブのサイクルっていうのも実はあるんですよ、皆さん。ね、これ ね、みんな優しい人が忘れちゃうところのね大きいポイントはねネガティブなサイクルっていう悪いことが起こるっていうのが現実的に考えられるんだったら実は良いことも起こって良いことも起こり続けるっていうことも実はできるんですよね人生の中では。 ね、もう一回言いますね。だから悪いことが連続に続いていくっていうのが全然可能だよねって、本当にそれは全然、それを理解するのは問題ないんだけど、実はいいことがバンバン起こり続けるのもあるんだよっていうことを言うと、普通の方はいや、やめてくれ、それキモいって。いいことが連続で起こることはないよ。悪いことが起こるのは連続で OK なんだけど、いいことが連続で起こることっていうのは無理なんだよって。それキモいよ。何それ変な占いやっべえ。やっべえ。何それカルトカルトいや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 。 ちょっとこれ現実的に考えていこうぜ。シャキーン論理的に、ね。シャキーンサングラス欲しいね。シャキーン<や>黒板欲しいね。黒板。パン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 ,パンオッケー、うん。エネルギー的に考えていきましょう。エネルギー。ねニコラス・テスラ出てきたぜ。ねえ、ニコラス・テスラなんて言ってたなんて言ってたみんなに。ね宇宙のこと、もっと理解したいんだったら。周波数。 ね、エネルギーとか、ね、その周波数で考えていこうぜって言ってたのがニコラス・テスラさんですよね。ねねラジオラジオを作ったらだってラジオねラジオ直線で来ねえもんなラジオあれはフリクエンシーだもんね周波数だもんねウェーブだもんね。OKOK ーーーー。じゃあこのウェーブっていうのは現実的に考えていくとドーンって落ちることもできるよね。ねでウェーブっていうのは上がっていくこともできるよね。 ね、でよく考えてみるとドーンって自分の人生がマイナスになるっていうここにもしグラフがあったらマジ黒板あったらかっこいいねここがねネガティブなんだドコーンドコーンドコーンってストレートに見えるかもしれないんだけどよく考えていくと実はこれストレートに行ってちょっとキープして上がってダーンって落ちてダーンって落ちてダーンって落ちて,て,落ちてねこれ全部ウェーブなのよ、ね、で宇宙の視点ね今 このグラフを見るときに、例えばこれ下に行きましたって、ね、これ上に行きましたってあるかもしれないんだけど、これはあなたがセンターにいるだけなんだよね。ねこの宇宙の、ね、スペースから考えてみると、This is just a reference point. これはポイントだけなんだよね。ポイントだけなんですよ。ずっとあなたがこの生き方、この苦しい、この、このなんちゅうの、この ここの、あの、カンフォートゾーンってね、言うんだけど、そこでずっと生きていかないといけないんだって言うと、それは現実ではないんですよ。申し訳ないけど。ね。ただ単に、こういうふうに生きないといけないんだっていう人たちが、もう何万人もいて、で、それが、その考え方、ここ今日の、今日のビッグポイントよ。皆さん、ごめんね、ビッグポイントよとか言って上からメッセージ、失礼しました。すいません、本当にごめんね。そういうつもりじゃったんだけど、すっげービッグポイント。ね。早く言っては忘れちゃう前に。 OK? ビッグポイントは自分がどう自分の出来事、自分の感情と向き合うかによって自分の現実が変わってくるんですよ。もう一回言うね。あなたが 超簡単にすれば、あなたの感情、あなたのアイディア、あなたが何を思っているのか、あなたが本当にこれやらないといけないことなんだって思っていること、あなたがどうその本音っていうか、自分の人生の出来事と向き合うかによって、現実がそれをリフレクト。 ね、鏡って自分、鏡見ると自分、鏡にリフレクトされてるでしょ。あなたの中で考えていることが現実に現れてくるわけなんですよ。それがリフレクトされるのね。ね。これは事実なんですよ。で、これちょっと、ね。さっきの社会的で、いや、仕事は辛いことで生きていかないといけないんだよって。ね。それは本当ですかいや、本当っしょ。ね。仕事、辛いことじゃないとダメだよね。ねえ。え え今何やった俺引っ掛け,け,けないよ仕事つら辛くないと仕事でな楽して仕事やってたらそんなそれずるいよねこれルール違反じゃん。ねえなんであの人だけなんかは楽しくやってしかもなんかえー、あの人なんか楽しくでお金え宝くじ当たったとそれルール違反だよ おいおいおい、ちょっとちょっとみんなみたいに苦労して頑張ってお金稼がないと。お金、しかも、ちょっとね、本音で言っていい本音、お金稼いじゃいけないんだよ。それ失礼なんだよ、あなたお金稼いじゃら。周りの人が考えてみなさいよ、周りの人。周りの人お金稼いないのに、あなただけお金稼ぐので六本木ってブンブン乱歩切に乗って、それダメよ。お金稼いで、か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 、隠さないと。隠さないと、だからおじいちゃんおばあちゃんのね、 ね、村とかに行っておじいちゃんおばあちゃんのねタンスくとちゃーん1,000万円の着物が隠れてるうわーしかもそれ2枚3枚うわーおばあちゃんベンツなっちゃ乗っちゃダメよ軽トラ乗らないと古いやつねたまには新品の軽トラ買ってもいいけどねそんなベンツとか見せちゃダメよだからこうやって隠すのよ隠すのよねっ それが正解ですよね。だから好きなことを仕事にするなんて、そんな話やめてくださいよ。ね、稼ぐのもダメです。ね、仕事っていうのは辛いものじゃないといけないんです。新入社員の皆さん、ね、知ってますよね。上司がそれ遅れてくれますよね。遊んでたら、おい、こらーって言いますよね。ね、楽しくやろうよって。ね、いや、何言ってんだ、言われたことをやれって。ね、それが正しいんですって。それやってない人には、まあ、ルール違反だから。ね、何が起こるのっていうと、まず、 まず何が起こるかっていうと僕たちはその人を破門します。ね、だからあなたが好きなことをやったりとか仕事で辛い経験をしないんだったらあなたは他の外のものです、ね。だから私たちと一緒に生きていくことはできません。破門です。はい、うんで。お金なんて稼いだらもう破門されます、ね。私たちは苦しいさ今なんだよ、ね。会社のために命を注げる。会社のために体力を ね、娘の誕生日3歳の娘の誕生日ごめんパパ忙しいんだよパパ会社のためにね残業代いや残業代はちゃんとねもら,うもらってますよちゃんとそのぐらいもらってるよ、うんうんうん、でもたまにはね残業代出ない時もあるんだけどそれはしょうがないよねって、うん、それちょっとスルーしてポイントはつらいことを仕事にしないといけないんだよって ね、そういういルルールがあります、okay! じゃあそれマジ本当なのかっていうのを考えていこう。それって日本ですか沖縄の、うん、日本だよね。ねそれ何じゃあそのその働き方ってさ、ジャメイカでも通用するんえ、どういうこと いやいや好きなことを仕事にしたりとか、仕事を楽しむとか、自分に生きがいを感じることた、例えばなんか家を作るのが好きで、ネイティブの木をちょっと切らせていただいて、そこで大切な木を作ったりとか、そういうなんかアドバンチャー、アドベンチャー系の家を作ったりとか、庭が綺麗でね、太陽が綺麗に当たって、そういう作るのが大好きなんだよって。それダメでしょ、日本で。ダメだよね,ね。しっかり働かないといけないからね,ね。 本当にそれ好きだったらちゃんとそういう会社があってそういう会社がしっかりしているんだったらねお父さん認めてくれるかもしれないでもお母さんはちょっとやめた方がいいよって公務員になりなさいってそっちの方が安全だからお願いケッちゃん公務員になってよねえキモ <laughs> いキモいキモぞクリスちょっと座るんじゃなかったクリス座れよ <laughs> っていうことで。 ね、じゃあ、その家作るのが欲しいな。ジャメイカでそんな家作ってったら最高じゃん。ね、ココナッツハウスや。テラスハウスじゃない。うちらココナッツツリーハウスや,や。ね、バナナとか育てて、ジャメイカで。いやんまあ、!I live in j a m a i c Man, Jamaica, good place, you know. We got the heart in our body, a heart in the earth, you know. ね、アースが好きなんだよ。地球がとても大好きなんだ。ね、ちょっとね、ジャメイカアクセント、日本語でやって難しいね。日本語、ジャメイカアクセントってね。で、もちろん、ね、逆に、逆によ。 でポイントは、その、そういうココナッツツリーハウスとかやりたいんだよ。ジャメイカでやってたら、それすっげえことなのよ。Respect brother man, respect sister.Yes,、yeah, a cool man. すっごいクールなんだよ。そんなの日本で。で,でも、逆に、 逆にその、ね、公務員になりなさいとか俺公務員になりなさいし,しっかり仕事つらいんだみたいな,その例,えばあな、ね、例えばあなたが35歳の,、ね、なんかあの東京行った時30とか45歳のサラリーマンがどん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 って、ね、なんか千葉に東京から千葉に向かって毎日なんか夜の10時半とか電車乗ってるわけなんですよ、10時とか、ね、でちょっと仕事の後にいにぱ杯飲んでとかうわーってやって。 だからその苦労している生きている生き方とか仕事のために頑張るとかみんな鬱になっちゃってね体壊しちゃってるんだけどそれが正しいんだって本当に思ってそれをやっているねえねえバカ寝してるわけじゃないよわかるあなたへそれやりたいんだったらそれやっちゃだめだよって言ってくるわけじゃないよ僕は。 違うよバカにしてるんじゃないよポイントはその生き方をじゃメーカーでやってるじゃメーカーのね人たちはあなたのことあなたのことをどう思うって言ってんのよ。 あなたがそういう生き方やってて、で、他のジャメイカみたいな国に突然現れて、なんか朝起きたらジャメイカになってるな、みたいな感じで。で、みんななんかさ、のんびりしてて、いやんまあーみたいな感じですっげーなんかいい、いいバイブレーションみたいな感じで来てんだけど、な、何がいいバイブレーションなんよお前、働け、働け、働けーな、これダメだよ。こんな通勤え、通勤15分 えー、ダメダメダメもっとしっかり頑張らないとリラックスしちゃダメだよビーチタイムなんてありえませんみたいな逆にこの人大丈夫ってなるよね。ねなのでおそらく皆さん僕のこの冗談話をする前に最初のね10分最初の10秒ぐらいでみんな分かってたと思うんだけどポイントはそのルールっていうのは誰が決めたのかっていうことなんですよ。ね。ルールっていうのは国によって違います。 ね、例えば今僕が「はあ?」っていう思うのはアメリカに来ると靴を脱がないんですよ。靴脱がへんやん。ね僕は靴脱いでよ」って「で靴玄関がないのよ、ま、だマジかえみたいなもうそこでね僕トラマ状態になって人が靴入ってると「うわー靴脱いでください」みたいな感じでそうなっちゃうんだけどポイントはそのカルチャーとかねポイントは 人がルール作ってるんですよ。で、もしあなたが本気に人生変えたいんだったら、ね、みんなが思っていて、みんながこれ OK だよって言っていることよりもっと早く何が起こるのかって考えないといけないわけよ。わかる わかるみんなが、いや、その好きなこと仕事をしちゃダメだよって、今、令和になって、やっとそれが普通になって、まだ普通になってないところもあるでしょ。ねアメリカで好きじゃないことで仕事で成功したいんですっての、のあんた、バカですかって言われるよ。あ、ごめん、バカって言っちゃいけないよね。あの本当に、そんなこと大学の先生とか言ったら、 それマジそれな何考えてんの自分の嫌いなことで親が落ち着けたこととか,なんか周りの人が言ってるおじいちゃんがこれやってとかお母さんがこれやってって言ってるからそれで本当に嫌いで大嫌いで苦手なんだけどこれで成功しないといけないから努力するんですって言ったらはあすごい星木星から来たのみたいになるよマジ本当に。 いいやいやあんた得意で大好きで他のやつらにも負けねえぜみたいなエッジ持ってで他のやつらより以上に努力するんだぜベイビーみたいな感じだったらこいつやべえよなって危ねえ危ねえこいつもう,もうこいつはもうあの会社3回倒産しても大ヒットするぜってわかるね 人も分かるんだよもうその人の運命はもう自分で引き寄せるみたいなそのぐらいなんだよねその自分で引き寄せるっていう時にいや嫌いで大嫌いなことで成功するんだとかオ k ケーオ k ケーオッケーポイントはそれが昭和45年とか55年はノーマルだったわけよそのやり方を平成で続けようとしたんだけど上がらないわけよ 上がんないわけよ。日本のストックマーケットも見てるでしょこれね、バブルが来て、ドーンってやって、キュッ上がって、あー、もう、キープと、これ努力、辛いんです、辛いことで生きていかないといけない、皆さんね、おかげさまで、みたいな。そこ、そんなみんなが頑張ってる。でも、その、上がんないのよシュパーンって上がるわけないじゃんそんなに宇宙甘くないんだよわかる宇宙そんなに甘くないんだよ 大嫌いなことで努力したら成功できるなんてあんた、もう、すっげえな、すっげえな,ーげーなー、オッケー、ポイントは、オッケー、じゃあ、これを、昭和55年の時にこのビデオを、なんかね、タイムワープして、このビデオが届いてきて、ね、スマホってなかったのにスマートワォクって、このビデオを見てしまったと。で、なんかこの話を論理的じゃなくて直感的に分かっちゃったと。確かに、ね、大嫌いなことで成功するって。 それより大好きでやりたいことでこれだったら負けねえぜみたいなことでね努力した方が絶対なんか科学的とか数字的にさその方がのねいいよねっていうのを理解した昭和55年のねなんか25歳の若者がいたとしちゃうよ。ねどういうことかっていうとせやなと思って自分で大好きなことこれが好きなんだっていうのでそれに自分のアライメントを合わせる。 アライメントって何ですかっていうと自分が向かっている方向とねその運気っていうか運っていうのは自分を動かすっていうことねなんかあのねいいことが起こるっていうことは自分を動かしていい方向に行くからね運動の運とエネルギーの気って書いて運気ってあるやろだからその川がねこうやって降りてくると川が来ると。 ね、川の反対に向かっていると大変なわけよ。ね、それつらいわけよ。でおそらくそれはねその川からのヒントなんだよ。ね。なねなんかそれその人生からのヒントなのよ。ね、そこじゃないよって。でその川に合わせると自分が大好きで例えばやりたいことっていうのに仕事自分のキャリアを合わせるとうわーって運気が強くなるよね。もし本当にその川っていうのがあなた のディレクションに向かっているんだったら、ね、これはねでどういうことかっていうとこれがあなたの本当の本音だったらねこの本音っていうのがあってフォースっていうのがあってルーク・スカイウォーカーメイド・フォースビー・ウィッチュるフォースっていうのがあるんですよフォースっていうのがあるんだよね仕事でもあるんですよ日本に行くとちっちゃいあの神社がみね あの事務所の中にああるるっしょねえあるんやだからそれに合わせるんだけどこれ運気があ本音じゃないところにやっているっていうことなのね。オッケーでここがポイントなんだけどその昭和55年の時にこの情報を知ってで周りの人たち全員がねその考え方は甘いよって。 人生で成功したいんだったら努力が必要。ね。川が来ていても川を登らないといけないんだよ。そんなの誰も好きじゃないよって。そんなの誰も好きじゃないよって。でもそれをやらないといけないんだよって。それが本当なんだって。今令和、令和令和何年何年ね今、令和になって時代が変わってきて、ポストコロナで。 ねえみんなこの話なんていやそれ普通でしょみたいな感じになるよじゃあ逆にそれ何川のおってんのってそれ危ねえ危ねえっておかしいおかしいってねその努力永遠に努力しちゃダメだよって努力したいんだったらしていいよ努力する時したいんだったらしないよ別にうんでもずっと大嫌いなことで努力をし続けていってそしたら嫌なことで嫌いなことをずっと努力続けてたら成功できるっていうのをね10年 ね、本当に信じてやってるんだけど結果が出てないんだったらそろそろ現実をチェックして見てもいいかもよね。そろそろ自分のやり方もっと別の方向あるのかなーっていうのを考えてもいい時期かもしれないよな。ね、でだからポイントは、ね、この情報を知ってでもあなたがいる社会、ね、それはあなたのコミュニティねそれはちっちゃいコミュニティっていうのもあって例えば ファミリーっていうコミュニティあるお父さんお母さんが何ちゅうの、えー、と大好きで、ね、ビジネスマンで本当に成功でお父さんお母さんが本田健さんとか、ねね、例えば、ね、そういう、ね、ぼ僕の子供とか僕だったらもう自分の子供にそういうサポートするわけよ。 ね、でも自分のお父さんお母さんが本当につらいなんかわかんない経験昭和的な経験をやってそれが正しいと思っててでずっとなんか本音で言っちゃダメよっていう恐怖があってでそれがもうおじいちゃんもそう思っててでそれがずっと続いってきたら自分の子供に「そんな本音で何だよそんな」その人のそのココナッツツリーハウスのヤマン・ブエノアン・ブエノブラザーその人生の可能性に入れるわけよね。 分かるそれができない限りそのブエノのね、ブエノね、そのココナッツツリーハウスの幸せな人生っていうのは可能性としてはゼロなんですよ。分かるなぜかっていうと、ね、ある日歩いてて、ね、その少年が、ああ、そうだよねって。 ね、でそしたらなんか「へ、hey, い少年君ココナッツツリーハウス」の話があるんだけど実はねこのパーフェクトなココナッツツリーハウスっていう会社があってさそこで今雇ってるんだけど君ひょっとしたらココナッツツリーハウスで働きたくないかなって言ってで少年がは「はーい」って言う前にね「あダメなんですお父さんがそれダメって言ったからすいません」って言ってその可能性がチャンスが来ても「ね、前髪チャンス前髪でつかめ」ってチャンスが来てもつかめないわけよ。自分でつかまないわけよ。 で今度「あじゃあ分かりましたじゃちょっとお父さんに聞いてみます」って言って「あチャンスが来た」って言って「お父さんチャンスつかんだよ」って言って「ふざけんな」って「ココナッツーハウスもうダメだ」って言っただろうあすみません」って「もうこうちゃんそういうのやめてお父さんどのくらい大変だと思ってるの?」ってお母さんも怒られてねで妹が「へえ何そんなココナッツーハウスに忘れただ」とか目指すよだからお前いい大学に入れなかったんだようわーもうね妹からぐさって刺されたね今ねえ だからその可能性自体がなくなっちゃってねだから最初に言ったことあなたがどう向き合うか感情によって現実が変わってくるのよ。ね、一つ質問です。 もしあなたがこの少年でココナッツツリーハウスビジネスとかなんかわかんないけど、ね、その日本なんかわかんないながらいいよな、ココナッツツリーハウスってね,ね、そういうの本当にやりたいと。で、ここで質問です。であなたはその人のコーチ、その人のなんかライフコーチっていうか、友達っていうか何でもよ。Okay? で、その少年が、ね、ココナッツツリーハウスビジなんかわかんないけど、すっげえやりたいんだよってなっている時と、 ね、お,いお父さんが、ね、ココナッツココナッツなんちゃらハウスお前ふざけんなよふざけんなよお,お父さんごめんごめんオッケーこのお父さんごめんって言ってる時とココナッツツリーハウスってやりたいんだよどっちの方が彼の本音だと思いますどっちの方が本音になっているお父さんが言うことにいやだめなんだってすいませんごめんって諦める 夢諦めるって。そっち行ってる人が本音ですかちゃうやろちゃうやろこっちでしょココナッツツリーハウスやブエノもう考えているだけでアイアエノだよねえココナッツ,ツリーハウス、こっちの方が本音やろこっちの方が本音やろこっちの方が本音やろねえ 本音に合わせると人生が変わるんですよ。これ偶然なんですか偶然だと思う本音に合わせる人とがいると、ボン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 成功してるんだよ。クリス、やめてそう,いうそういう話。危ないから、危ないから。もしあったあ、ねそれ本当にだと思っちゃったら。じゃあ、ここで質問です。こういう質問です。本音に合わせて成功している人ってい知ってる 知らないでしょう知らないでしょう日本で少ないでしょう少ないなぜってこれアメリカ行ってみて成功者トップ2000人とか、ね、なん YouTube とかでも調べられると思うよめっちゃ本当に。そのの例えばこの ね、ずこの本音で合わせて楽しい人生で成功している人たち、ね、これはちょっと気をつけないといけないのはこの成功っていうのはその昭和の成功平成の成功と令和の成功っていうかハートの成功っていうのがあるのね,ねだからこのエゴの成功っていうのは例えばなんかその自分のアイランドを買うとか,なんか自分のジェットジェット機を持って自分のビルを持たないと、ね、大統領にならないとあなたは成功ではないんですみたいなそういう成功って っっていう思って思いいるる人もいるわけよね本当にそれが成功だと思っている人もいるし逆に、ね、ココナッツツリーハウスでなんか本当にアイランドに住んでて楽しく人生がいて子供もニコニコしててなんか銀行口座には、ね、10億円とかないんだけどもう幸せな小金,持、まあ、小金持ちだったら小金持ちになればいいし、ね、なんかもう人生でも,もう魂が喜んでると怖いものないっていうか もういろんな経験から学んでいって、本当に感謝の気持ちで、毎朝、こんなに幸せでいいんですかみたいな、そういうニコニコしてる。その成功もあるわけよね,ね。で、仕事でも、キャリアでも、例えば、なんか、アメリカに来て、ゴリゴリアメリカンフラッグを、や,やめてくれ、この、なんだよこ、のこの白人アメリカンパワーやめて、日本人をバカにしるのやめて、大丈夫。 大丈夫僕アメリカ人じゃないから僕カナダ人なんでオッケーアメリカを例って使ってるんだけどカナダカナダのカナダのメープルシロップゴリゴリやばれるオッケーでポイントはさねね日本に で日本の社長とか見ると、ねえなんかプンプンタバコ吸ってて、なんか夜、銀座のクラブに行ったりとか、いや夜、銀座のクラブにいる人たちは大好きなことをやってるよね、おそらく、わかる、<laughs> そんなことやっちゃいけないんです <laughs> っていう人が、そのなんか、その日本の固いなんかねサラリーマンとして社長になった人っていうのが大きいのね、これちょっとすっごい大切なポイントなのよ。 すっごいこれちょっとすっげえ余計な勉強、余計な勉強をいらしてくださいこれう。日本で社長になっている人がどう社長になったかって,なっかって考えると、ね、言われたことをずっとやっていたからその人がいずれ社長になったっていうそういう社長になるスタイルもいっぱいあるわけよ、ね。別にそれが正しい、悪いって言っているんじゃなくてね。ね で基本的にこれあのサイコロジーとかねあの本当に僕サイコロジーの一応プロだよなサイコロジーのでも本当にその僕 p h t の博士とかの番組とか、ね、ブログとか、ね、YouTube とか見てるとね自分で探していただければわかるんだけどねこの実はビジネスっていうのはねアンタイカルチャー的な 社長っていう人たちが、いや、それおかしいやろって言って、新しいビジネスを始めると。で、そのアンタイカルチャーやな、アンタイ社会、アンチ社会みたいな、ね、スティーブ・ジャーブズとか、ね、もう全然、あの、なんちうの、ね、あの、ね、裸足で事務所に来るわけよ。ありえないでしょ、IBM おかしいって、なんでみんな黒い、あの、ね、ネクタイつけて、スーツで働いてんのって。ね、もっと楽しくやろう o グーグルもそうやろ。 ね、こういういアンチ社会みたいなのが革命者っていうか新しいビジネスを作るのねそういう人たちが度胸あるっていうかそういう人たちがもっとその全然 OK なのよ周りの人がどう思うかっていうよりはこっちが正しいって知ってるからこれでやりますってそこで新しい会社を作るわけよねでその会社に徐々徐々その会社が徐々徐々大きくなると今度あのちゃんと言われたことをやらないといけないんですみたいな社員とかがそういう会社に入ってくるわけよ実は。 ね、だからアップルとかねあの、例えば最初アップルが出たときにね、ハーバードの卒業者がだ、ね、ハーバードとか慶応とか早稲田の卒、ね、東大の人がね、アップル社に入りますか、1980何年のことかに。いやいや、そんな会社に入っちゃだめだよ、危ない危ないって。でも今はハーバード卒業してアップルに入れたらって言ったら、パチパチなのよ。わかるわかるこれ、今日の動画のテーマだよ。時代が変わってきてるって。 で自分でもう決めちゃって動くのか社会が変わるまで待ってるのかっていうことは自分で選べられるんだよね,ね自分が今これが本音なんだけどみんながこれが本音って思ってないからこの社会の本音と合わそうって社会が OK って親が OK って周りの先生がとか OK って言ってくれたら、ね、私の本音で歌えるわって私の本音で生きていいんだって。 まあ、ビジネスだったらね、ね、おそらくその時はもう他の人がそのね、ビジネスやってると思うよ、ね。言ってることばっかりよね。アップルみたいなワイルドなね、考え方、そや、えーみたいな、アンチ社会みたいな、グーグルとか、いや、そんなんダメですよ IBM、IBM みたいにちゃんと正しく働かないと、みたいな、いやいやいや、バウンシングボールとかね、自分の事務所に入れて楽しくやっちゃっていいんだよって言ったら、今度、真面目に働いたいっていう、真面目に勉強しなさい、ね、自分の子供に公務員か、公務員かハーバードに入りなさい、どっちかよー 頑張って、カンちゃんみたいなパンパンパン、ジュクジュクっていう人たちが、お父さんお母さん、アップルに入れたんだよ !Google ググに入れたんだよってなるわけよ。わかるこういうアンチ社会みたいな、こういう人たちが会社をスタートして、ね。で、普通のですコンサね、こうやって正しくやっていかないといけないんですっていう人たちが、これが OK って認められるには、時間がかかるっていうことなんですよ。 で、this conservative、正しくやらないといけないっていうのは、この日本のカルチャーの特別なところなんだよね。だから、これを日本人が理解していくと、日本のビジネス、景気が上がるわけよ。わかる今、若い子供たちとかが、ね、ビジネスやりたいって言ったら、銀行さんが <laughs>、若者バカって言って、三井銀行、お住まい銀行とか、ね、UFJ とか話もしてくれないわけよ。 ね、若い子がビジネスやりたいんだったら、なんか慶応の技術大学とか、なんかこの偉い人の会社の、ねね、な役員とか、そういう人たちが全員バッグについて何年後も入って土地を持っていて、ね、で、なんか、これ、あそれだったら私たちは、私たち銀行は、この若い子にお金を貸してあげます。みたいな感じなわけよ。それはビジネスじゃないわけよね。 I mean, that's not, that not how it works. I mean, t h a t それは昭和時代のやり方でまだやってるわけよ。ちょっとね、なんでなんかビジネスの話に今日なってるんだろうね。わからない。わかりません。ね。うん。一つのポイントは、これなのよ。自分が過去にやっていた同じやり方を、 選ぶと同じ結果になるわけよよねこれビッグテーマだよ自分の過去の同じ考え方同じ向き合い方問題が出てきた時怖いなっていうのが出てきた時こうしないといけないんだよっていう時に入ってそれを同じことを選んでいたら結果が変わることができないのよわかるそこに壁があるわけよそれ登れないわけよ 海岸は反対側なのよ。反対側なのよ。階段はね、やり方をやったことがない。わかるだってやったことがあったらもうできてるわけじゃん。やったことがない。どうなるのかっていうのがわからないやり方を選択しないといけないわけよ。そこに、それが階段なんだよね。 かるだから問題が、ちょっとね、まあ、ビデオで話してるんだけど、ね、聞いてる人がいたら、ちょっとビデオ見て、ちょっと歩いてて、バンバンバンって壁に当たりましたと。壁に当たったら痛えなーって。もう一回壁に歩いたら痛えなーって、痛えなって。階段上らないと、その次のレベルに行けないわけよね。ねでこの次のレベルっていうのは、自分の人生の奥頭部でもあるからね、例えば僕が、ちょっとこれからね、ちょっとコーヒーを一杯いただいて、ちょっと座ろう、座ろう。うん ここからね、ポッドキャストいいよね、ポッドキャストいいよね、これ、これ、ポッドキャストにしたら、みんななんかキッチンやってる時とか、洗濯ね、あの洗濯干してる時とかね、聞き流しできるもんね、運転中とかね、別に、全部聞かないといけないみたいで、ね、見てて聞いていかないとか、そういうことでもないだもんね、別にちょっと見逃しちゃってもね、いいもんな、OK、OK。じゃあ、き、ま、の、まだ僕、今日のメインテーマ話してないんですよ、実は。ね、失礼しました。すいません。うん。 今日は実はですねなんか上から目線みたいなお話ではなくて僕が個人的にねこういうことを変えたら怖い人が人生の中で亡くなっちゃったっていうのをちょっと紹介したかったんですよね,ねもう一回言いますね今日のメインテーマっていうのは実はこれなんですよ僕の人生の中には怖い場所がいっぱいあったのね 例えば怖い職場っていうのがありました、ね。怖い上司っていうのがいました。怖いクライアントっていうのがいました。で未来もくわ暗かったし、結構怖いのがいっぱいあったのよ。でも、僕があることをやったら、本当に怖いのがなくなったのね。仕事も 仕事、会社倒産するっていうのも怖くないわけよ。逆に、逆に。 倒産したらまたすっげえいいことができるんじゃねみたいな感じで、ちょっとワクワクするところもあるんだよね、別に。まあ、それ、だ,だ,、ね、だ,だから、全然なんか昔経営始めてる、会社が倒産したら自分の人生が、他の人がどう思うんだみたいな、ね、社会的な、ね、あれがとか、ね、もう一回倒産したら二度と誰も認めてくれないよね、みたいな、そういう怖い怖い怖いのがあっても、倒産したら自分の人生が悪くなるっていうんだよ、ね、倒産したらなんか皮がむけるだけじゃん、みたいな感じで、ね、なんか別に僕借金してるわけで なんかいしさ個人的にはねあのねでその怖い上司がいっぱいいたりとかちょわい怖い環境怖い、あのー、会社で働いたりいっぱいやってたんですよ。ね、であることをやり始めたら人生が大きく変わってたんですよね。 ね、これ、すごい大切なことだと思うのよ。ね、どういうことかっていうと、何をやったかっていうと、僕は、本音で向き合ったのね。怖いことと。本音で向き合ったんですよ、ね。これを、これがちょっと今日のメインタークなんですよね。だから、このプリタークが40分ぐらいかかっちゃって、本当にね、楽しかった。楽しかったよ。うん。後悔してないぜ。ね、 本音で向き合うっていうのをどういうことなのかっていうのはさっきのあのねあのココナッツスパイダーハウスココナッツスパイダーマンハウスねココナッツツリーハウスで説明したんだけどね本音で向き合うっていうのは分かったよねで何をやったかっていうと まずこの怖いことが出てくる時に自分で気づけけるよううにならなならいいいといけないと思うのね,ね例えばその僕はその怖いことが普通だって思ってたからそれが普通だって思ってたからなんかピンピンってピックアップできなかったわけよでもこれはやばいことなんだ普通じゃないんだっていうことこれ今来た来た感情的になっちゃった今恐怖を感じてるっていうのを自分で理解できるようになってきたら そののの問題処処理を処理ををできるようになったのね,ねだからその例えばそのずっと病気になってでみんなも病気になってるから、ね、自分が病気になってるって分からないとでも別の国とか別のなんか人と話してたらクリス病気になってるよってなってうわ本当だこれ病気なんだ知らなかったってそうだよそれおかしいんだよそれ普通じゃないんだよってうわーって、ね、で今度そのね 場所に戻ったら、あ今、病気がかかってきてる、うわあなんか、病気のなんか、ガス、毒ガス、しゅ、これが毒ガスなんだって、シャーって言って、これ毒ガスなんだって終わったら、オッケー毒ガスをやめようってなって、毒ガスじゃなくて、あの普通の空気を選ぼうってなって、それをやっただけなのね。それをやっただけなのね。 さっきのちょっとその本音で生きるって言ってねお父さんが「俺はまあこれ誰なんだ?」って言ってで「すいません本音で生きちゃだめだよね」って言ってそれ病気なのよ <laughs> うんいつまでいつ。いつそれを卒業するのそのクラスルーム。いつそのクラスルームを卒業するの みんなでやらないといけないことをずっと続けないといけないっていうその教室をそろそろ卒業したい人手あげてって手あげてって今リアルに手あげてってでここが質問なのよ今日あなたはもう思い切って永遠にそのクラス卒業する時胸はありますかもう本当にもうこのビデオ終わって中てこれをこれやってるうちに今今本当にそのクラスを卒業できる できやりたいちょっとえってなるでしょえこれ卒業しちゃうのってなるでしょクリスちょっとちょっと早いよ何,何を卒業してるのってオッケーオッケー例えば人生が、ね、人生っていうのはいっぱいなんかピザみたいにいっぱいスライスがあるわけよ一つの、ねね、スライスっていうのは人生が学校であるっていう人生の取り組み方っていうか人生と向き合うことができると思うんですよね。 ね、もちろん他のもいっぱいあるよ。人生は遊びたとかゲームとか,なんかいっぱい、ね、あると思うんだけど、僕が今フォーカスしたいのは、この一つの、もし人生が学校だったらっていうことなんですよ。で、魂的には、で魂っていうのがなんかようわからないから、コンチャスネス、コンチャスネス、あなたの意識ね、無意識じゃなくて、あなたの意識的には、ね、経験を通して学ぶことによって、自分のレベルが上がっていくわけよ。 ね、例えば恋愛で本当に傷ついているとか DV になっているとか e s スティック・バイオレンスとか、ね、DV やな、ね、本当にバイオレンスを受けててそのなんか男性を信頼できない女性とか、ね、女性を信頼できない男性とかいっぱいいるわけよね。ねそれはそのなんか今のすっげえ悪い例だったんだけどそれをなんかそれと向き合っていくとその人はレベルアップしていくよねね。 セラピーとか話したりとか、まあ、そういう場所から出てでサポートしてくれるコミュニティにに、ね、入ったりとかでそうするとその人はなんか癒されるっていうか変わっていくわけよねでそレベルアップしていくみたいな感じなんですよ、ね、これ仕事とかねなんかそういうあこれこっちの例にすればよかったな例えば僕今子供があがいてさすっごい幸せなんだけどたまになんかその 人生めっちゃ心配している高校生の女子とかと会うわけよ。ねなんか大学1年生とか高校を卒業する女子もうメイクとか頑張っててさもう他の女の子より綺麗になってすっごいなマジこれブラジャー1個でさ食事とか食べに行くわけよなんかブラジャーじゃないブラジャーみたいなのあるわけようわ頑張ってんやねってほんと自信ないねみたいな、ね、うそういうとこそういうみんなわかるでしょ ね、そういう時期あったよねって、あったよねって。で、なんかちょっと、それ悪いよそれ、その色合わないよとか言ったら、プーンって怒ったりとか、いや、私はこういうクールな、かっこいい人たちと一緒にいるやん何それ、ダッサーみたいな、なんかそういう時期ってあったじゃん。でもそういう時期を通して、これおかしいよなって学んでいって、自分はそういうなんか成長していくわけじゃん。ね。例えば、感情的になるとか、他の人が言ったらいつも怒っちゃうとか。 ね、そういうのって学んでいくとその魂一がその意識があのいやこっちじゃない方向を選ぼうとこっちの方が賢いよなって言って自分で成長していくわけよね。ね。そういうことだけなんですよ。そういうことだけなんですよ。このそのなんていうのかなその自分の教室を。で、一つの教室として言えるのが、ね、この例えば。 さっきの、ね、ココナッツツリーハウスかやりたくないところでやりたく働きたくない人たちと一生懸命努力するのが正しいんだって、ね、でそれをやってでもうまくいってないとあなたはそのそれをそのクラスルームっていうかそれを手放せる今日新しいやり方をが 新しいやり方に向き合える。まだ私にはそんなやり方なんてないと。私はこの苦しいやり方で生きていかないといけないんだって。でも、そう思っているんだったら、一番最初に言った、このビデオを最初一番最初に言ったことを見て、エネルギーで考えてみると。 ね、あなたがそう思っているっていうのはこの三次元の宇宙から見るとそれは一部の視点だけなんだよね。他の人たちは、ね、幸せな人生を生きたりとか幸せなことを仕事にしたりとかそれでうまくいっているわけよ。だからあなただけにそれがうまくいかないっていうのはおかしいよね。っていうことは可能性がある可能性はあるよね。あなたが幸せになれる可能性が実はあるわけよ。 可能性の可能性っていうのはせめてあるよねってそこにフォーカスを照らしていくとそこから可能性がもう暗い雲のところから光が入ってくるように可能性っていうのが現れてきて見えるようになるんだよねココナッツツリーハウスっていう可能性があったんだけどお父さんがそんなのダメだよって言ったら 実は可能性っていうのは目の前にいっぱいチャンス前髪にいっぱいあるんだけど自分でそれを選べない私にはそういう可能性はないんだって決めちゃったら可能性は入ってくることはできないでも可能性がある可能性があるんじゃなって思うだけで間違いなくあなたの人生は大きく変わっていくと思います 私の人生もそう変わってきました可能性がある可能性はあっていいんだなってそれは許されてることなの私が幸せに人生生きていいって生きていいのっていうのは許されてるんだよねってそういう感じになるんですようんで僕が、ね、何同じことをやっていたのかっていうと この怖い社長がいるとき、怖い社長から言われたら、はい、社長って言って、怖いんだけど、はいって言って、やってたのね。断りたいんだけど、ああ、はいって言って、すいませんって言って、やるわけよ。謝らなくてもいいのに、社長、会社のために、あ、すいません、申し訳ございませんでしたって。謝らなくてもいいのに。逆に、社長が変なことをやっていると、僕は本当は言った方がいいのに、言わないのね。 社長が暴力を他の社員にやっているとき、ね、社長のパワーを使って他の人に、おい、こらーとか怒っているとき、僕は自分の力を使ってその社員を守ることができたんだけど、それをしなかったのに。で、何を僕はやったのかって。自分のハート、心、本当の音、本当の僕のバイブレーション、音ってバイブレーションだもん。 そこと自分のアライメントを合わせていっただけなの。で、その何が起こるかっていうと、ここには可能性がないっていうことが起こっちゃ起こるわけよ。例えばお金の問題には私には可能性がない。仕事には可能性はない。 ね、健康とかだったら、まあ、サラダとか食べたら、僕にはね、可能性あるかもしれないけど、努力して。でも、これ、お金については可能性がないんですで恋愛については可能性がないんです。ここには神様が入ってこれないんですって。ここには光が入ってこれないんですって。この仕事、努力して頑張っていけよ。はい。これが、これが正しいやり方なんだよって。はい。他の可能性はあるのかって。 そこには可能性がないんです。何をやったのかっていうと、そこに可能性を入れてきただけなのね。で、その、これを実際にやっていくと、自分で本音のバイブレーションを感じることができるようになります。あなたの本音の バイブレーションっていうのかな実感できるのよ。ね。で、今、これずれたなって分かってくるのよ。あ今、恐怖になってる、下がったなって波動が。今、怖いことを信じにゾッとしたなって。あ今、幸せに戻ってきた。あ、ゾッとした。これ考えるとゾッとなるなって。そこにどっかに自分が嘘だっていうところ、あなたの本音じゃないところを、 ららししててるるわわけよ慣らしちゃってるわけよね例えば健康っていうのは健康になっていいんだよ健康になっていいよってね恋愛うまくいっていいよ子供と楽しく遊んでいいよねでも仕事は仕事はダメなんですおかしいでしょ自分でわかるわけよ 違いがわかるのよでそこにそこを分かる同じことをやっていると同じことが現実になるよね。これは宇宙の法則だよね。同じことやってんでうまくいってないんだけど今回だけうまくいきましたってなったら全員みんなうまくいってるよね。ね。ね。 そのクラス卒業しようよ。そのクラス卒業していいんですっていう可能性を自分の人生にちょっと光入れられることできる光なんて怪しい光じゃなくて本当に雲に青空がちょっと飽きるそういう光ね。なんかすっごい暗いんだけど、ちょっとだけ雲がるくなって、なんかあちょっと白くなって見えるみたいな。それだけ入れられるそれか、いや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 、つらいことで、 生きていかないといけないんですって。努力して。それが本当なんですって。他のやり方はいや、ありませんって。本当にそれは他のやり方ありませんって言えるそれ論理的に言えるそれあなたの直感だけじゃない。誰がそれ本当だって教えたのお母さん、お父さん、学校の時の先生。How's that working for you? それうまくいってるうまくいってたらあなた今55分22秒見てないよ、これ。あなたの本音がこれちゃうよって。 ちゃううよよっっっててててて知あなたの意識に教えようってシグナル出してるわけやろ今ここに来てもうピークポイントやろこれ今ここで一番人生の中でおそらくひょっとしたら一番人生でこれ本気で考えた時でしょ可能性を入れる可能性可能性がなかったら可能性がある可能性はあるよなって言ってくれないお願い僕のために俺のために 俺は幸せになってもう可能性もゼロだったらもう可能性がある確率はあるよねって幸せに生きれるって怖っってそんな甘いよってそことも向き合って生きないよ甘いよって思ったら何で甘いんだよって何で甘いんだよって本当それ何幸せになったらあんたなんかずっと一日のんびりしてなんか ビール飲んでゲームやってんの一日ず,ずっとゲームやってビール飲んでたら幸せになれると思うそれも幼い間違いだよ。幼い間違いだよ。ずっとゲームやってずっとビール飲んでて幸せになれると思ってたら大間違いだよ。そこ本音じゃないって。もっと深く探らないと。自分は何を望んでるんだって。すっごい 人生が先生なんだよ。あなたの本音があなたの大先生なんだよ。お天道って神様は僕はよくわからない。クリエイターはわかるよ、僕は。クリエイターについてはまた話すよ。これ論理的にクリエイターっていうのはあるよ。もう本当に、もう科学的に、この宇宙っていうのが僕たちを、ね、クリエイトしたから、 ね、具体的にどの,の,の何が変わらないて重力なんでどのケミカルでどの DNA とか、ね、そこまでいかなくてもそれが起きたって僕たちここにいるから実際に起きたんだからこの宇宙全体がそのライフのフォースを作ったのは間違いないよね。 だからクリエイターっていう、クリエイトする存在のフォースって言って、そこになんかね、なんか、なんか白人のひげのお,お,おじいさんね、<laughs> もうなんか、ね、つけたいんだったら、それは <laughs> 宗教になる、ね、リリジョン、クリスチャンなんて、ようわからないけど、僕はそこは、その専門家じゃないけどね、ね、神様っていうのもちょっと、ちょっとね、まだまだ勉強中なんだけど、ね、もうお天道って、天の道っていう、 その可能性がある可能能性性ががああるると本当に天の道っていうのがあるんだったらあなたのつらいところにそのお天の道が通じないっていうのはおかしいと思わない恋愛とか健康とか別の、ね、家の生活とかにそのお天のやり方自分の本音に合わせると幸せになるんだけど仕事だけにはそのルールが効かないっていうのはおかしいと思わない そこだけ暗闇で洞窟でここにはその天の光っていうかねその幸せっていうのが届かないのここだけそれおかしいって思わないそれって恐怖のバイブレーションの特徴だって恐怖の特徴っていうのはその幸せがないんですっていうのが恐怖の宗教やろ恐怖の宗教は神がいないんですってね恐怖の宗教は幸せっていうのはないんです 豊かさっていうのは続かないんです。申し訳ございません。辛いんですって。恐怖の宗教いいね。これコピーコピーライトしたいね。恐怖のねえいいね。恐怖の宗教。面白いいやあ。面白いね。ポッドキャスト系。 えちょうど1時間になったので、このぐらいにしたいなって思っております。よかったよ、この話。ねなんか、ちょっと役に立ったなと思ったら、ぜひ、LIKE ボタンを押していただければ幸いです、ねで。あとさ、面白いのは、ごめんね、俺ちょっとさ、YouTube 見てて、個人的になんやねんと思うのは、なんか、LIKE ボタンじゃないボタンもあるんだよね。ダウンボタン。 押すんだろうって面白いよねってうかさ YouTube それ外せよみたいな感じだよねいらねえよダウンボタンみたいな何なのそれなんかまあわかんないよねちょっと違う違う作った時とそのその考え方と僕たちが今こうやって話してる考え方がもう次元が違うっていうかこういうところとまずそのこういうところに。 お前は悪いんだっていうのが本当になれる。本当に悪いことが起こるんだって。まさにこの恐怖の宗教だよね。<laughs> ねえ、お前悪いんだあいつには、お天道様お天道様ねこの光、このいいことはこの人には絶対起きちゃダメなんですみたいなルルルルル。ブラックマジックみたいな。ねでも、ちょっとこれ宇宙だよ。その、それが届かないっていうのがないわけよ。ねえ。 ね、重力ってどこに行ってもあるじゃんブラックホールの中にも重力ってあるんだよ。ね、銀河の右側でも左側でも重力っちゅうのあるわけよ。この重りを、ねこ,のね、じゃあこのコーヒーパック、このコーヒーパック、このコーヒーマグを銀河の右側に持ってったら重力っちゅうのがあるって、ね、銀河の下に持ってったら重力っちゅうのがあるわけよ、ね。だからこの生活、ね、家庭、恋愛とかで幸せになれるってのは仕事だけダメなんですってこれ銀河の下でここにはね、この重力が届かないんだよみたいな話はそれノンセンスなのよ。 ンンセンスなのよ同じように人様魂ってみんな同じだからねえあの人に悪いことが起こるなよってそれあなたはその人のエネルギーフィールド汚しちゃったみたいなその人に言っちゃったそれなんかねなんか1万円、ね、駅の前で、ね、1000円払ったらあなたの,あの,恋,愛あの恋愛相談を受けますみたいななんか怪しいなんか人がいるとするじゃないですか。 ね、詐欺師が本当の詐欺師ってどうやるのってねあなたが入りやすいようにすっげえなんか本物ミュージシンに見せてで詐欺師が来てねあなたが来て1000円であなたの結婚星提出見て、うんうん、申し訳ございませんあなたに離婚星がついてますみたいなのを、ね、シングルの女性に言っちゃうとちょっともうちょっと深いワーク、うん、あと3000円ぐらいで今ちょっと時間であれなんだけど3000円いただければ。 もうちょっと深いわけで説明ができると思うんですけどって喜んで払うよね3000円でもっと調べてうん,うん、うん、離婚星のなんちゃらなんちゃらってねえねこうやってパーってその人のエネルギーフィールドでその人の意識を汚しちゃって本当に私は離婚星なんだって思えさせちゃって。 で今度、ね、いや、今度は実はね、その人の電話番号どうかとにかくゲットして、でテキストして、今度、なんちゃらかんちゃらの銀蛇の、なんちゃらおしらいのおまわらいの、ちゃんちゃらちゃんちゃらちゃんちゃらの、で、これをやったらあなたの離婚防止を外せることができるんですって、で、お財布なんか25万円かかりますみたいな感じで、払うやろ、普通の人だったら、そんなこと言われたら、ねえ、学校も同じじゃん。あんた努力しないと悪いことが起こるんです。あんた悪い、あ このテストで60点取ってしまったんですか、のび太くん。あなたには悪い星がつきましたね、青木くん、のび太くん。うわで、この、ね、この塾に入って50万払ったらちょっと努力したら治るかもしれない。やってみましょう、お母さん。みたいな感じで、私の子供にダメ星がついてしまった。みたいな感じで、ね、で、子供を塾に頑張って、頑張って、頑張って、って言わして、ほんとこのま供頑張ってで、それでなんか中学に入れるかって、いや中学に入れない、もうこの人はダメ星だ。みたいな。この 大学に入れたダメ帽子だいい会社に入れただめ星がついてしまった。もうちょいでこれやめろよそれ悪だよやめろよマジやめろよやめろそれをやる限りそれを続けてる限りどうやったら君が幸せになれるんだよあなたがこういう人だめだよって言っている限り それをやっている時にあなただけ幸せになっていいのあなたが人を駄目だよって言っててお前ダメだよって言っている時いじめてる時とかそれやってるんだけどあなたは幸せになっていい価値があるのもしお天道様っていうか愛のエネルギーっていうか愛の女神っていうのがいてそしたらあそうねあなたがこの人駄目って言うんだったら私はこの人に幸せ届けないなってそれ嘘やろ 女神様がいるんだったら、どんなホームレスで、どんなどん底で、どんなに病気になってる、どんなにおかしいと思われてきても、その人には、そのラジオ局、女神様のラジオ局っていうか、幸せになっていいよっていうのが届くわけでしょ。それが女神、それが愛、それが思いやりでしょ。であなたが思いやり受けたいんだったら、フェアにし、なんでその人を、何やってんだよって。自分のパワー、目覚めていこうぜ。 Alright. ということでですね。ポッドキャスト始めますの、ね、で、楽しみにしてくださいよ、ね。YouTube でポッドキャストやって、この動画をポッドキャストにアップしてもいいかもね。面白かったや。All right, you guys. じゃあね。I just want to say thank you so much for being with me today.It's been an honor to be with you like this. Thank you. ありがとう。またお会いしましょう。じゃあね、頑張ってね。あら、ありがとう。